昨夜別府市で火事があり、住宅1軒が全焼しました。警察と消防によりますと、昨夜8時ごろ、別府市浅見で家が燃えていると近くの住民から119番通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅1軒が全焼したほか、周辺の住宅数軒に延焼しました。全焼した家に住む夫婦は逃げ出して無事でしたが、近くに住む80代の男性が避難する際に転倒して頭を打撲するけがをしました。炎がブワーッと上がっててね、うわ、これは近くだと思ってね。警察と消防が今朝から実況見分をして出火の原因を調べています。